つなぎラジオ第1回、サックス奏者の早坂幸です。今日から不定期ですが、ライブの音源とか廃盤になった音源などエピソードを交えて週に1回ぐらい配信していければなと思っております。どうぞよろしくお願いします。まずは私の自己紹介から。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、ジャズの世界で40年近く生きておりまして、私がサックス奏者になろうと思った頃は誰も周りに女性のサックス奏者がいなかったんですね。ですから、まあこれはたまたま中学の時にブラスバンドで自腹で購入したソプラノサックスを持っていたというのがきっかけですけれども、まあもともと人と比べられるのがもう一番の苦手で、誰もやってなければこうどんどんやってしまう、突き進んでしまうような、性格でして、だからこそ、サックス奏者になったっていうこともあります。そんなこんなで40年もサックスを吹き続けてきました。今かかっているのはフリーファイトという私のデビュー作です。フリーファイトの、アルバムの中の、フリーファイトっていう、オリジナルですね。当時は CD というのがちょうど出だした頃だったので、迷いに迷った挙句に、でもやっぱり LP で作ろうというんで、初めてのものはファーストアルバムは、LP になりました。というのは、今は亡き副島照人さんがレーベルモービズレコードというレーベルを持ってらして、そこからじゃあ出してあげるよということでリリースしていただきました。1987年に録音して1988年にこの、レコードが発売されるんですけれども、当時私は27歳、小淵沢の歯医者さんが作った星と虹のレコーディングスタジオっていう山小屋風の建物に2泊3日だったでしょうか、ミュージシャンたちとワイワイ合宿をしながら録音をしました。メンバーはこの頃から、まあ本当に良きアドバイザーでもあり影のバンマスでもあった永田俊樹のベース、まあ現在の夫ですけれども、それと高校で音楽教師をやっていて辞めたばかりだった、久保島直樹さんというピアニスト、そしてジャガタラ生活向上委員会などでもう大活躍、引っ張りだこだった吉田哲司というトランペッター、そして同じ226生まれの天才ドラマ角田健、これにゲストに緑川圭一さんという、チェロ、そしてパーカッションの八尋智弘が参加して、総勢で7名で合宿しました。緑川さんがこの時に朝ごはんを作ってくださったり、まあみんなが寝静まった後で、まあ静かなところでゆったりと久保島さんとピアノでバラードのデュオを吹いたり演奏したり、まあ朝方の演奏では、もう鳥のさえずりがうるさいほど泣いていたので、どうしようなんて言いながら、まあそれも録音の中に入れてしまおうということで、そういう素敵な思い出がいっぱい詰まった作品となりました。でジャケットに関してはですね、当時は知り合いがほとんどいなかったので自分の父親にデザインを任せました。私の父はデザイン事務所を構えていまして、当時グラフィックデザイナーとして活動していました。だからちょっとチョコレートのパッケージのようなデザインですけれども、そして中身のライナーノーツに素晴らしき天才詩人白石和子さんが書いてくださいました。この、白石さんとの出会いですけれども、このライナーにも書かれているんですけれども、このアルバムの制作1年ぐらい前に白石さんと西ドイツと言って、当時はドイツは2つに分かれてまして、西ドイツのこのブッパタールという音楽の町に住んでいたハンス・ライヒエルというギタリストが私を招聘してくださいまして、初めての海外公演、ヨーロッパツアーを行ったわけです。まあ、話がどんどん逸れてしまいますけれども、まあ、このライナーノーツの最後の部分に、書かれているアナザーカントリーという曲について、ちょっと白石さんの文章を読んでいた見たいと思います。私個人としては彼女自身が好きな作家だったという先日亡くなったジェームズ・ボールドウィンの小説アナザーカントリーから取ったこの作品に引っかかる。この曲を最後にしたのはいい。この曲は聴いたものをちょっと恋愛させてしまうあるパッショネートな複合した
美しいが苦さも混じる余韻があり、味わいのある曲だ。日本のフリーの最も創造的前衛的なジャズ界に女の金属の投資として早坂幸のようなミュージシャンが現れ、前途洋々の船出の第一歩にこのような輝かしいサウンズのオーケストラを連れての出発は何とも嬉しく頼もしい予感に満ちることか。満ち満ちる、満ち満ちてほしい、その未知の可能性とこのアルバムの快挙に乾杯を。いや、ありがたいお言葉でした。本当に白石和子さん、ありがとうございました。このアナザーカントリーをこれから、今日は一曲かけたいと思うんですけれども、まあこのアルバム自体がもう廃盤となってまして入手困難なんですけれども、まあこの実は大学の卒業論文にアナザーカントリーというボールドウィンの、ことを取り上げまして、ジャズのことを調べるんであれば楽しいかなってボールドウィンを選んだんですけれども、ダメダメの英文専攻の学生でした。さらにこのアルバムを作った2年後の1990年には、蔡洋一監督、映画監督と出会い、彼の東映の V シネマ最後の作品になりました襲撃、 V シネマがなくなっちゃったんですけど、東映 V シネマ襲撃というタイトルの作品の音楽をやらせていただきました。その映画のラストシーンでこの曲を演奏したんです。ファーストアルバムフリーファイトの中の私のオリジナルアナザーカントリーをかけて本日は終わらせていただきます。どうぞ楽しんでいただければ嬉しいです。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。